イメラジオ第824回、今日は平成29年10月8日日曜日です。時刻は午後7時半、日曜の夜です。今日は午後に緑道走ってきました。真夏は緑道走れなかったけれど、もう10月にもなれば、私の他にも走ってる人いたんですけど、まあ、みんな元気でしたね。帰ってきてシャワーでも浴びてると、もう途端に日が暮れて、今は7時半。横浜、港北、とっぷりと暮れました。ただし日曜日の夜、静かですね。マンション前の森は秋の虫が鳴いていますよ。窓を開けたままの放送。今回は、ユダヤ人問題についての考察、取り上げます。ユダヤ人問題についての考察。Réflexion sur la question juive. Réflexion sur la question juive. 戦後すぐの1946とか7だったと思いますね。戦後もう1、2年しか経ってない頃、ジャンポール・サルトルが表した書、サルトルの書です。日本ではね、岩波新書でユダヤ人という、そういうタイトルで日本語出てますよ。あれ売れてるんじゃないですか、岩波新書の中でも。プラハにいた頃、このフランス語の本、ガリマールで出てましたね。それを読んでいて、で、学食で、寮の学食で、その読んでたユダヤ人問題についての考察っていうサルトルの書。たまたま前に座った女子がいたから、その彼女に、そんな話してたら、なんかその彼女がユダヤ人だったっていう、知らなかったんですけどね、私は。後で、あの子ユダヤ人だよって言われて、なんか、このね、ユダヤ人問題についての考察っていうのを喋ってたんですけど、相手ユダヤ人でしたか。私にはそんな記憶と結びついている書ですよ。ああ、だからプラハにいて、大学の寮にいるのに、その女子とはフランス語で喋ってたんですね。フランス語で喋ってて、で、ちょうどそのサルトルの本読んでたから、ね、プラハにいるんだから中国語の勉強なんかしなきゃいけなかったはずなんだけど、もううるせえって感じで、なぜかサルトルのこの本、で、それを、その、ねえ、フランス語を喋れるのが嬉しくて、ペラペラ学食で前に座った女子に喋ってたら、その子がユダヤ人だったと、後で聞かされた。こんな章立てですね。第一章、なぜユダヤ人を嫌うのか。二、ユダヤ人と民主主義。3. ユダヤ人とは何か。4. ユダヤ人問題は私たちの問題だ。まあ、ですから、なんでユダヤ人を嫌うのかという第一章からもわかるように、なんでユダヤ人が嫌われるのかの、その考察はないんですよ。もう嫌う側からの、視点。
サルトル自身ユダヤ人ではありませんから、ね、そのマジョリティの側に立っていて、そのマジョリティの側からそのユダヤ人が嫌われてる、マイノリティのユダヤ人が嫌われてる。それを考察する場合、なんでこいつら嫌われるんだよりはむしろなんで我々が嫌うんだという。そしてそのね、ユダヤ人を嫌う論理的な基礎とか、あるいはユダヤ人に何かされたっていう経験に基づいた何かがあるわけでもない。こう言うんですよ、サルトルは。論理的にユダヤ人を嫌わなきゃいけない基礎なんかないし、あとユダヤ人に悪いことされたっていう経験に基づく何かがあるわけでもない。探せばあるでしょうね。ユダヤ人だって全員、いつも善人ってわけではありませんから、探せばね、ユダヤ人によって何々ね、というそういう話もあるはあるでしょうが、そんなこと言うんだったらドイツ人によって何々されたとか、フランス人によって何々されたみたいなこといくらでも言えますね。そしてユダヤ人だけに特有のね、ユダヤ人だけに特有の悪をですよ、その同時代に限ってあんた経験したか？いいえ。じゃあ同時代に限らなくてもいいから、これまでの、ね、時間経緯の中でユダヤ教もしくはユダヤ人がそもそも嫌うべき理由、どこかにその理由があるか。いえ、別に。反ユダヤ主義、アンティセミティスム。アンティセミティスム、反ユダヤ主義がユダヤ人を作っている。サルトルこう言っちゃうんですね。反ユダヤ主義がユダヤ人を作っている。すなわちユダヤ人とは、これがこの書の趣旨ね、ユダヤ人とは他の人々がユダヤ人と考えている人のことである。ユダヤ人とは他の人々があの人ユダヤ人だと考えている人、これがユダヤ人、つまり実体じゃないと。私たちが、ね、サルトルは続けて、私たちが彼を強制してユダヤ人にしている。そしてそうされちゃったユダヤ人はね、ユダヤ人でなくなることは選べない。つまりベタッとその烙印をされたらずっとそうなんですよ。ユダヤ人でなくなることを何かの努力で選ぶことはできない。つまりユダヤ的状況に見捨てられるってことね。ユダヤ的状況に見捨てられる。誰がそうしてんですか？いや、私たちですよ。マジョリティの側。私たちのうちで、このユダヤ人問題に責任ない者、一人もいない。私たちのうちで、ユダヤ人問題に責任ない者は一人もいない。私たちのうちで、犯罪者でない者も一人もいない。私もお前もユダヤ人殺したのは我々や、とサルトルはこう言いたいでしょう。遺言、ナチスが流したユダヤ人の血は私たち全ての上に降りかかってくる。以前ご紹介したレビナスで、レビナス自身ユダヤ人で、同胞というか、同胞というより親類縁者ですね。もうほとんど殺されちゃったんですけど、そのレビナスがね、その我々は被害者なんだとか、ユダヤ人は大きな犠牲払ったとか、そんなこと言わないんですよ。で、レビナス何て言うかっていうとね、戦後、私は最も罪深い人ですと。サルトルが言ってるね、私たちのうちで責任がない者は一人もいない、これと重なるでしょう。このレヴィナスの言う、私は最も罪深き者です、生き残った私はね。そしてレヴィナスによるとですよ、彼ら死んでいったユダヤ人、殺されていったユダヤ人、
そのざわめきが夜のしじまに聞こえてくるんですよね、実存のざわめきが。そしてその彼ら、なんで死んでいったのか、なんで殺されたのか、他者の責任を引き受けていったんですよ。決心したからでも、約束したからでもない。決まってたから行ったんですよ、ユダヤ人たちは。で、その他者って誰や？いや、生き残ったわいらやと。レビナス、死んでいったユダヤ人たちにね、自分の罪を贖ってもらった。こんな意識あったでしょう。もっと言えば、あれほど多くのユダヤ人殺されねばならなかったってことは、贖うべき罪がそれだけ多かった。おお、そうか。我々生き残った者は罪贖ってもらったんだけど、あんなに多くの死が必要だった。我らの罪はそれほど深かったんか。サルトルはね、ユダヤ人ではありませんでしたが、そしてサルトルは宗教も信じてはいませんでしたが、まあ、レヴィナスの言う、こういう責任引き受けてもらった、死んでいったユダヤ人にね、生き残った我々は責任引き受けてもらったっていう意識は多分あったでしょう。で、そのサルトルも、ちょうどレヴィナスと親和するような言葉、私たちのうちで責任のない、ユダヤ人問題についてね、責任のない者は一人もいない。夢ラジオ、今回はジャンポール・サルトル著、ユダヤ人問題についての考察取り上げました。日曜の夜です。